阪急松島の最寄り駅は仙石線の松島海岸駅となります。今朝また発生いたしましたイオン館地並びに各線線路内人たちの影響を受けまして、ただいま仙台駅周辺でダイヤが乱れております。この列車につきましても仙台駅およそ6分ほど遅れて発車する見込みでございます。本日ですが、この列車は仙台駅をおおむね6分ほど遅れて発車する見込みでございます。Yeah!